がんって刺激でできるんですよ。胃がんも刺激でやっぱりできちゃうんですね。でその原因の多くがピロリ菌による刺激なんですね。ピロリがいると慢性的な胃炎が起こって胃の粘膜が刺激で薄くなってくるんですよ。これ萎縮性胃炎って言って粘膜が薄くなった状態なんですけども、これピロリがいなくなってもこの萎縮は変わらないんですね。薄くなったままなんですよ。厚くなることはないんです。でそこって刺激で薄くなってるんでやっぱりがんができやすい土壌なんですよ。ピロリ菌がなくなると大体3割から5割ぐらい胃がんのリスクが減るって言われてるんですね。ただ残っちゃうのがその萎縮薄くなった部分が残るんで刺激の部分が残っちゃうんで胃がんのリスクも残っちゃうっていうのをちょっとこれ認識しておいてもらわないと、よく勘違いするのがピロリがいなくなったからもう胃がんにならないって思われる方もいるんですけど、そうではないんですよね。ピロリがいなくなった後に定期的にカメラをして胃がんができてないかを見るというのはすごく大事なことなので、リスクが少し残るよっていう認識をきちっとやっぱ覚えておいてもらいたいんですよね。